5年も続くと本当に思ってなかったので、別に私可愛いをっていう言葉作った人でもないし、もしかしたら地球がなくなるかもしれないし、1年で武道会できるんだってすごいびっくりしました。ヘリーパンパンでチクチクチクB ブロークアップみたいな、なんかことがその暗号に含まれてたらしくて、お父さんとお母さんがお寿司買ってきてくれて食べなっつって、まあ別に紅白が全てじゃないし、マミさん買ってんのかなって、もう普通の人生送りたいと思ってたんです。今はいいけど、キャリーパンパムっていつまで続けんのみたいな、勝手なことすごいするんだなと思ったその時。